今回はですね、私のチャンネルではおなじみの AGM ですね。AGM モバイルのタブレットを紹介をしたいと思います。まあ AGM というとタフネススマートフォンとかね、あるいはタフネスタブレットもね、以前に販売をしていたことありましたけれども、まあこちらの端末は AGM ですけれども、普通のタブレットですね。普通の格安のタブレットになっています。品番の方はですね、AGM パッド T1 というものになります。それでは早速見ていきたいと思います。箱の方はですね、AGM のイメージカラーイエローになっていますね。まあ、一応技的マークちゃんとついております。箱はちゃんとですね、オリジナルの箱になっております、ね。それでは中見ていきましょう。同梱品を見ていきましょうか。まず、SIM ピンが入っています。ただこれはですね、Wi-Fi モデルなんですね。あとですね、AGM の端末にはよく入っている、このね、ブランドのシール、ステッカーが入っております。あとは説明書と、充電器とタイプ C ですね。これはタイプ A、タイプ C ですね。こちらは 5V 2A ですね。10W の充電器が入っております。一応 PSE マークもしっかりとね、ついております。あとは一応説明書ですね。こちらは多言語に対応したものになっています。日本語の表記もあります。それではね、本体の方を見ていきたいと思います。まず本体ですね、ケースが最初から付属しておりますね。こちらはいわゆるこういうお風呂の蓋的なケースですね。ケース兼スタンドですね。こちらのですね、ケースはですね、お風呂の蓋というよりは、こう後ろに丸めるというよりは、おそらくここにこう溝が切ってあるので、こういう感じですね。まあこういうタイプもありますよね。ここでこう止まるような形。で、ここで止まるみたいな感じで、これで角度調整が、まあ、できるものになっているのかなと思います。あるいは、お風呂の蓋みたいにも使えないですね。基本的にはこの形状ではないとは思いますが、置けなくはないですね。一応こんな形なんで、ああ、そうですね。やっぱりこの置き方はちょっと、まあ、基本的に違うかなとは思いますが、でも置けなくはないです。こちら今ですね、重なってて分からなかったんですが、ガラスフィルムがね、最初から1枚ついています。まあ、これ最初重なってるので、このままついてるのかなと思ったら、まあ、これは後で貼り付ける感じのものですね。それではですね、見ていきたいと思います。まずですね、色は、まあ、グレーですね。ガンメタみたいな色ですね。で、この背面はおそらく、これもよくあるマット調のまあ、アルミですかね。金属素材だとは思います。で、ユニボディですかね。つなぎ目はないみたいです。で、この珍しいですね。横にね、プラスチックがあるんで、こちら側がアンテナなのかなと思います。あともう一つ珍しいのが、これですね。10インチクラスのね、8インチじゃないですよ。10インチクラス、まあ11インチか、のタブレットなんですけど、こちら側にね、スピーカーが2つありますね。で、こちら側に2つあればいいんですけど、こちら側にないんですよ。よくね、8インチのタブレットだと短い方のように2つ、要は縦向きで使うっていうことなんですが、これ非常に珍しいですね。10インチなのに縦置き用の、まあ、スピーカーになってるっていう感じなのかな。どちらかというと縦向きで使うような感じです。で、長い方の辺には特に何もありませんね。ここに SIM スロットがありますね。SIM スロットじゃないか。マイクロ SD カードスロットですね。SIM カードは利用できないタイプになっています。で、ここに、ピントが合いづらいですが、3号のオーディオジャックありますね。で、この角に電源ボタンに、まあ、ボリュームボタンといった感じです。カメラの方はこんな感じですね。一応、アウトカメラが1300万画素、インカメラが500万画素です。こちらの角にですね、AGM モバイルのロゴが入っております。で、この端末の売りは一つは軽量薄型ということみたいです。あ、そうですね。7.4 ミリということで、まあ確かに結構薄い方だと思いますね。重量の方は 483g です。で、これ今気づいたんですが、こちらにね、カメラがついてるんですね。まあ、通常ですね、10インチクラス、11インチクラスって、こちら側にカメラついてると思うんですけど、長い方の辺にね。ただこれは横についてる。こちら側の短い方についてるんで、やっぱり基本的には、11インチなんですけど、縦向きに使うような設計がされている珍しいタブレットですね。それではですね、端末の方を立ち上げてみました。まずディスプレイは11インチですね。解像度は 1920×1200 ですね。だから16:10 の
まあ、比率になってます。まあ、今ではもう当たり前の比率になりつつあるかなと思います。まあ、ベゼルの方はこんな感じですね。ディスプレイはですね、まあ、解像度も高いので、まあ、特に問題はないですね。普通にしっかりと綺麗に見えます。まあ、最近そんなにこう悪いディスプレイとかってね、まあ、格安タブレットでもありませんので、まあ、この端末も特に問題ないと思います。それでは視野角を見ていきましょう。まあ、こちらも特に問題はないですね。こちらの端末はですね、ワイドバインのセキュリティレベル、レベル1に対応しています。それではですね、ネットフリックスで確認をしてみました。ワイドバインのセキュリティレベル、レベル1に対応しながらですね、しっかりと、まあ、ネットフリックスですね、HD 動画にも対応しています。まあ、昔はね、ネットフリックスは見れないというのはありましたけど、最近は逆に言うとほぼもうないですね。ワイドバインのセキュリティレベル、レベル1に対応していれば、ほぼほぼネットフリックスも含めて HD 動画が再生が可能になっています。こちらの端末はですね、SoC はユニソックの T606 ですね。まあ、ローエンドの SoC になります。アンツツベンチマークは22万点です。ローエンドのね、SoC なので、基本的には、まあ、動画視聴ですね。ワイドバインのセキュリティレベル、レベル1に対応してますので、まあ、動画視聴とかブラウジングですね。まあ、そういったライトな使い方になるかなと思います。それではニュース見てみましょう。写真も含めて、はい、特にね、問題ないかなと思います。それではね、Google マップで東京駅を検索してみましょう。はい、こちらも特に、まあ、問題はないですね。はい、ピンチンピンチアウトも、まあ、若干カクカクしてるようなところもありますけど、まあ、仕様には問題ないかなと思いますね。はい、こんな感じです。こちらのタブレットはですね、GPS に対応しておりますけれども、まあ、一応ですね、今衛星が3つだけ見えてるといった状態です。まあ、ユニソックのね、SoC なので、これはいつも言ってますけども、あまり GPS 性能は高くないですね。もうすべてそうですね。まあ、ただ今屋内でやってますので、屋外に行けばもう少し、まあ、拾えるというようなね、コメントをいただいてますので、まあ、実際外でね、使うということであれば、もう少しいいのかもしれませんけど、ただ通常ですね、他の端末であれば室内であっても、まあ、しっかりとね、位置情報は取れますので、まあ、やはりあんまりね、GPS 性能は高くないのかなと思います。今喋ってる間にも、まあ、3つから5個には増えましたけど、未だに位置情報は取れません。で、こちらの端末はですね、メモリーがですね、4GB なんですね。ちょっと最近の状況から考えると、まあ、少ないかなという感じがします。Android バージョンは14ですね。で、メモリーの拡張機能に対応しています。で、デフォルトの状態でもう 4GB ね、拡張されていますので、初期の状態では 8GB で利用しているということです。ただ 4GB が拡張できる最大メモリーですね。だから、まあですので、MAX で 8GB ですね。で、こちらの端末はですね、顔認証に対応しています。で、最初にも言いました通り、基本的にはね、スピーカー穴がこっちにあるので、で、カメラも上にあるんですね。だから、11インチなんですけど、縦向きで使うことをある程度想定したタブレットというね、珍しいものになっています。まあ、なので顔認証も一応縦でやってみましょう。これで今ね、画面つけて顔に向けます。はい。このぐらいのスピード感。ちょっと画角から出てますけど、ロックされてる、ロックがね、解除されるのはわかると思います。顔に向けます。はい、こんな感じです。スピーカーのね、テストやってみました。短い方の辺にスピーカーが2つついています。まあ一応これ左右の鳴り分けには対応しています。まあ、ただですね、やっぱりこうスピーカーが近いので、まあ、それほどなんかね、こうステレオスピーカーの意味はないのかなという感じはします。まあでも非常に珍しいですよね。8インチだと、こういう短い方の辺にね、スピーカーがあって縦で使うね、端末ありますけども、この端末は本当11インチで、縦向きに使うということなんで、まあそういった使い方を想定されている方、そういう使い方、そういう端末を探してたという方には、まあ結構珍しい端末じゃないかなと思います。それではね、カメラ見ていきたいと思います。まあ、カメラアプリはもう一般的なですね、カメラアプリになっていますね。ただスローモーションとか一応撮れますので、まあ、撮影モードはそれなりに豊富かなと思います。あと当然ね、Google レンズ使えますので、まあ、タブレットのまあカメラなので、そういった検索用のカメラとかですね、メモ用のカメラになると思います。
それではとりあえずメモカメラとして使えるか見てみましょう。オートフォーカスには対応しています。こちらが実際にね撮影した写真ですけど、はい、文字はしっかりと見えますね。ちなみにアウトカメラが1300万画素ですかね、インカメラ500万画素ですけれども、タブレットでそれほどカメラ性能が気になる方はいないかなという感じですね。特にメモカメラとしては問題なさそうです。それでは Google レンズでもやってみましょうか。これでじゃあ撮影、 Google レンズで検索してみてもちゃんとね文字が見えていますので、まあ、こういった使い方であれば問題ないと思います。それではですね、次はインカメラのテストです。でこれは縦向きに使ってますね。やっぱりカメラの位置が基本的に縦向き撮影用にねできていますので、今縦向きで撮っております。はい、こんな感じですね。さすがにインカメラでここのね文字とかはまあ見えないかなと。あ、この辺すら見えるか。はい、まあこんな感じですね。あと音声の入り方どうでしょうか。それではですね、 SIM トレイ見ていきましょうか。これ一応箱には Wi-Fi モデルって確か書いてあったような気がするんですが、SIM カード入りますね。一応マイクロ SD カード利用できます。最大 1TB まで対応しているということです。一応 SIM カード入れてみましょう。SIM カードを入れてみましたけど、やっぱりですね SIM の項目がないですね。だからやっぱり Wi-Fi モデルで間違いないです。ただ公式サイトを見ると 4G LTE っていう表記がありましたので、一応ねその LTE モデルと Wi-Fi モデルと2種類あるんじゃないかなと思います。だから SIM トレイは共有してるんですかね。まあ、だけど一応 SIM カード入れることはできます。通常ですね SIM トレイのところね、SIM カードのところをこう潰してあるような SIM トレイ使ってるところもあると思うんですが、まあ、一応これはそのまま残っていますし、差し込むことはできますけど実際は利用できません。もちろんですね分割画面にも対応しています。本当にね最近ディスプレイサイズも大きくなってるし、16対10ということで、2つにね分けて使うというのは非常にタブレットで使いやすいかなと思いますね。まあ、なんかスマートフォン2台分で使ってるような感じになりますのでね、これ非常にいいと思います。で今ですねこの専用のケースですね、ケース兼スタンドで立ててるんですけど、割とですねこれ滑らなくてしっかりとね、固定されるというか、タッチしたりするにはちょうどいい角度で、割とこのケースも使いやすいかなと思います。ということで今日はですね AGM のパッド T1 紹介をさせていただきました。この端末はですね基本的にローエンドのタブレットということなんで、動画視聴用とかですねブラウジング用のタブレットになると思います。動画視聴に関してはワイドバインのセキュリティレベル1に対応してますので、その辺はね問題なく利用できるかなと思います。まあ、あと価格ですね、価格はですねこれ Amazon で 22,499円、マイナス4500円オフクーポンが出ていますので、約1万8000円ぐらいですかね、17,999円ということなんで、まあ、1万円台で購入できるタブレットとしては非常に買いやすい価格になってるんじゃないかなと思います。購入先についてはですね動画の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。